こんにちは、鶴巻まきです。力添え初心者のための PLC シーケンス講座は私鶴巻まきがお送りします。今回から数回にわたってスロットゲームを作ろうというテーマで解説します。簡単なスロットゲームはラダープログラム初心者が学習用としてプログラムを作成するのに適しています。これまで自己保持回路、オンディレイ、オフディレイ、アドレスの種別、プログラムの実行順序、ラダープログラムの記述など一通り理解したところでスロットゲームを作ると理解が深まりますね。この動画の主さんも一番最初はスロットゲームを作りました。とは言っても20年以上前らしいのでタッチパネルじゃないですけどね。今回の解説内容はこのようになります。タッチパネル GOT の配置、タッチパネル GOT のアドレス設定、ディール動作のラダープログラムです。では簡単に仕様を決めていきましょう。 PLC はメルセック L シリーズ、タッチパネルは GOT を使います。その上で実機がありませんのでシミュレーションにて実行していきます。スロットの左、中、右リールは0から9とします。今の段階では当たりやリーチの制御は行いません。次の段階で追加していきますね。今回の完成予想図です。こんな感じで作ってみましょう。では早速タッチパネルの作画から始めましょう。はい、それではGOT の作画ソフトの GT デザイナーを開きました。 GT デザイナーでのタッチパネルや PLC の機種設定、通信設定などは終わっています。設定方法はこのチャンネルの PLC シーケンス講座の第1回を見てくださいね。早速スイッチを配置していきますね。スイッチは一番右のこのアイコンです。ここをクリックして適当な位置に配置します。配置したスイッチをダブルクリックして、スイッチの設定をしていきます。スイッチの形状を変更しますので、スタイルタブをクリックし、図形のボタンをクリックします。ライブラリを選択して、ドロップダウンリストから、リアルトグルを選択してね。そうすると、レバーみたいなのがあるので、キータッチオフで、上向きのイラストを選択、キータッチオンで下向きのイラストを選びます。そうするとさっき配置したスイッチが変わりましたね。これでタッチでトグルが上下に動作するようになりました。次にリールをストップさせるスイッチも配置します。同じようにスイッチのアイコンをクリックして適当な位置に配置します。大きさも適当に合わせましょう。こちらも同じように配置したスイッチをダブルクリックしてスイッチの設定をします。図形のライブラリからリアルランプを選択します。これはまずランプ買って、それはストップボタンを押した時にランプがつくでしょ。だから最初からランプ図形を選択しておく方がいいのです。で色は赤系にしましょう。こちらはキータッチオフでランプショートを、キータッチオンでランプ点灯のイラストを選択してね。次にこれをコピーして3つ配置します。これでスイッチの配置は終わりです。次にスイッチのアドレス設定です。まずスタートスイッチ、左のトグルスイッチですね。こちらをダブルクリックしてスイッチ設定を開きます。動作はビットにします。設定するアドレスが M0 ですのでビットデバイスですね。ですのでビットです。デバイスはここに M0 と入れてもいいですし、デバイスを選択して入力してもいいです。こんな感じで。動作設定は
ビットモーメンタリにします。ビットモーメンタリは、スイッチを押している間、デバイスがオンしていて、話すとオフします。通常はこれを使います。保持したい時とかは、ラダーの方でやればいいですからね。あと、ビットセットというのは、設定したデバイスが、オフの時、スイッチを押すと、ON になり、保持されます。ビットリセットはその逆です。ビットセット、ビットリセットはあまり使わないですね。ビット反転は、スイッチを押すごとに、デバイスのオン、オフを繰り返して、その状態を保持します。自動、手動の切り替えなど、セレクタとして使うと、ラダーを作らなくて済みますよ。次に、ストップボタンも、同じように、アドレスと動作設定をしていきます。左から、M1、M2、M3 にして、動作は同じで、ビットモーメンタリにします。さらに、ランプ動作を追加します。ビットのオン、オフを選択すると、デバイス設定が出てきましたね。ここで、スイッチデバイスと同じアドレスを入力します。残り2つも同じように設定しましょう。ちょっと待っててね。これで、スイッチの設定は終わりです。次にリール部分ですね。リール部分は数値表示になります。このアイコンです。こちらもアイコンをクリックして、適当な位置に配置します。そうすると、6桁の数値窓が配置されました。こちらもダブルクリックして、設定を変更していきましょう。まず、数字の桁数ですが、1にしますね。それと、フォントですが、それっぽくするのに、トゥルータイプ数字にします。サイズは、最大の128にしておきましょう。あとこれはどうでもいいのですが、プレビューを7にしておきますね。次に図形を選択します。スイッチの時と同じように、図形のライブラリから、枠図形、単色2のこの図形を選択します。で、数値色を赤にしますね。それっぽくなったでしょ？アドレスも設定しちゃいましょう。こちらは D20 にしますね。OK で閉じて、この数字枠をコピーして、3つ並べましょう。では、残り2つのアドレスを設定します。中が D21、右が D22 にしますね。少々お待ちを。最後に、レイアウトや大きさを整えて、タッチパネルの作図が完成です。最初の見本と同じになりましたね。では、次にラダーを作っていきましょう。GXWorks を開きました。こちらも、PLC の機種設定は終わっています。今回は LCPU を選択しています。まずは、レバーを押したら、リールが回るのですが、さっきのトグルスイッチのラダーです。リールが全部止まるまでは、保持しますので、保持回路になりますね。保持を切る接点は、後で追加しますね。次に、リールの数字カウントです。カウントのタイミングは、PLC のスキャンで行いますので、条件は、常時オン接点を使います。それと、レバーが押されてから回転ですので、先ほどの保持回路の接点も条件で入れますね。これで、先ほどの保持が必要だってこと分かったでしょ？カウント命令は、カウンタを使ってもいいのですが、インクリメント命令の方が使い勝手がいいので、こちらを使います。てか、
カウンタはほとんど使ったことないです。インクリメント命令は動作条件、この場合は SM400 と M10 ですね。これがオンしているときに指定したレジスタの値をプラス1ずつ加算していく命令です。この場合は D20 の値を加算していきます。同じように D21、D22 の命令も作りましょう。次に最初の仕様でお話ししましたが、数字は一桁で0から9を使えます。このままですと D20 から D22 は0から65535までカウントしてしまいます。ですので、ここで比較命令を入れますね。まず、D20 が9以上になったらオンになる比較命令です。次に、転送命令で D20 に0を転送する命令を続けます。そうすると、D20 が9以上になったら、D20 を0にするというプログラムになるわけですね。こちらも同じように D21、D22 の分も作りましょう。コピーでもいいですよ。しばしお待ちを。次にストップボタンで数字のカウントを止めますが、ストップボタンは先ほどのスイッチ設定でビットモーメンタリにしましたね。ですので、スイッチを押している間しかオンしないので、スイッチを離してもカウントが停止しているようにスイッチを保持します。こちらは保持回路を作ってもいいのですが、セット、リセットを使ってみましょう。条件としてはまずは回転中であることですので M10 を入れます。それと M1 から M3 のスイッチですが、チャタリング防止のためパルス接点にしますね。ではスイッチ3つ分作っちゃいましょう。次に先ほどのインクリメント命令を今作ったセット命令で切っていきます。そうするとスイッチを押すとそれぞれの数字カウントが停止します。では最初に作った回転中の保持回路ですが、どの条件で保持を切ればいいでしょう。リールが全部停止したらですね。ということで、先ほどの停止スイッチのセットをシリーズで並べて、コイルを M11 にします。で、M11 で、最初の M10 の回転中の保持を切ってあげますね。さて次ですが、停止スイッチのセットコイルの M100 から M102 ですが、これも、どこかのタイミングでリセットしてあげなければなりません。これは、スタートのレバーを押した時になりますね。ですが、スタートのレバーを押した時に、まだ M100 から M102 がオンしている状態だと、リールの動作、数字のカウントはしませんね。ですので、プログラム上、M100 から M102 のリセット回路は、カウント回路の前に入れてあげなければなりません。以前に説明した、プログラムの実行順序ってやつです。PLC のプログラムは、上から順番に実行していきますので、先に M100 から M102 をリセットしてあげれば、同じスキャンからカウントできるようになるのです。では、ここにリセット回路を入れていきましょう。これでラダープログラムは完成です。では、実際に動作させてみましょう。まず、GXWorks の方でシミュレーションを開始します。ちょっと待ってね。次に GT デザイナーもシミュレーション開始します。こちらもちょっと待ってね。画面が出てきましたね。実際にやってみましょう。こんな感じです。ラダープログラムの動作も見てみましょう。あ、ここからは
字幕対応です。ご視聴ありがとうございました。この動画の関連ブログはこちらの URL へどうぞ。YouTube をご覧の方は URL の部分をクリックしてください。あ、でもその前にチャンネル登録お願いしますね。ニコニコ動画でご覧の方はマイリスト登録お願いします。それでは次回また会いましょう。